はい、始まりました。石門ジャップ TV。 私の心のクラブ、京都サンガ FC の大エースピーター・ウタカ選手の2022年シーズン後半戦1得点のみの不調の原因は、プライベートで手掛けるアパレルブランド PU クロージングの新作のパーカー発表に向けて、まあ、精を出し尽くしていたためだと思いたい石門ジャップ。まあ、そこでそんな豊選手としては、まあ、満を持して新作のパーカーを発表できて、まあ、ご満悦でしょうから、まあ、その人大仕事をやってのけた分、アパレルに精を出していたエネルギーを次はサンガの勝利のために遺憾なく発揮することを期待しながら、今回のトークテーマ、2023年シーズンの京都サンガ FC の補強予想の方を行っていきたいと思います。まあ、今現在ね、最終節を残して J1 残留するのか J2 に降格してしまうのかってわからない状況ではありますが、まあ、何よりも張記事監督が続投濃厚と、まあ、京都新聞にもですね情報が出ていた次第でありますので、まあ、張記事監督が残るならチームの方向性はねそこまで変わることはないでしょうから、まあ、その上で最終節前だからこそですね、まあ、最終節を終えた後っていうのは、まあ、情報がねもうバンバン出ますから、まあ、その前にですね、まあ、予想っていうのであればもうそのシーズン最後の最終節を終える前にやっていこうというところでですね、ここ2023年シーズンのサンガの、まあ補強予想の方を行っていきたいと思いますので、よろしければラジオ感覚でお付き合いいただけると嬉しく思います。でそこで合わせて、まあ、既存選手の去就予想に関しましても今年初めてさせていただいておりまして、そちらは動画のリンクにですね、概要欄にリンクの方を貼っておりますので、そちらも合わせてご視聴いただけると嬉しく思います。今回はあくまで、まあ、サンガに2023年シーズンから新たに加入する選手の予想となっておりますので、そこはご承知おきください。そこでまず今シーズンの補強予想をする前に、まあ、かつて張記事監督が就任して以降2021年シーズン2022年シーズンの補強のですね傾向の方をまず見ていきたいと思います。まず2021年シーズンの補強に関してですが、まあ、張記事監督が就任した初年度でありますから、張記事職をですね、一式に出すこの松田天馬選手と、あとは中川博人選手、竹富選手に今白井康介選手と、まあ、ここまで自分の色を出すかと思うくらいですね、まあ、張記事職を出している補強で、また合わせて、まあ、参謀として入っている長澤コーチもですね、この、まあ、武田翔平選手を連れてくるなど、まあ、監督が、まあ、自らやりたいサッカーにですね、まあ、かつて、教え子として、まあ、やっていた選手を、まあ、組み入れた形ということで、まあ、監督も就任した張記事職の方がですね、ふんだんに出ている2021年シーズンの補強であります。そこで次2022年シーズンの補強に関してですが、昨シーズンと同様、また湘南ベルマーレ時代で張記事さんがやっていた選手、まあ、山崎亮吾選手と、あとはまあ金子大輝選手、あとは少年時代にスクールで教え子であった、まあ、大前元気選手も獲得しているのも、ここも人のつながりでですね獲得している補強、また人のつながりで言うとね、張記事さん、まあ、琉球大でですね、コーチに就任していた時に、このアピア・タビア・ヒサシ、選手に関しましても、大学時代つながりがあるというところで、まあ、ここも、昨年同様、まあ、つながりでの補強を合わせて、あとはですね、その2021年シーズン、まあ、J2 戦っていた上で、その苦しめられた選手ですね、まあ、岡山の井上力人選手に、まあ、甲府のメンデス選手、あとは、まあ、先ほど述べた、まあ、群馬の大前元気選手と、まあ、対戦していて、この苦しめられた選手を獲得しているなど、ここは、まあ、J2 オールスターズとしてですね、まあ、2022年シーズン、京都が確立された、まあ、そんな補強だったと思います。あと、まあ、前線に関しましてはね、まあ、シーズン終了間際に向けて点がね、なかなか取れなかった、シーズンフィニッシュの2021年シーズンでありましたので、まあ、このフォワード結構多種多彩な、まあ、マルティノス選手に、まあ、豊川選手に山崎選手に、まあ、大前選手と、まあ、J1 昇格初年度ということもありですね、かなり気合の入った、まあ、面白い補強をしている2022年シーズンであります。そこで次、過去の補強の傾向の方をおさらいしたところで、まあ、迎える2023年シーズンの補強ポイントに関してですが、まず2022年シーズンの京都の成績、今のところね、第33節と最終節を残して時点ではあるんですけども、J1 リーグ第16位の8勝11分け14敗の30得点の38失点の成績と、J1 昇格初年度のチームとしては、まあ、この入れ替え戦の位置にいるっていうのはね、個人的にはちょっと納得はできないんですけども、まあ、前半戦に関しましては9位フィニッシュでありますから、まあ、J1 初年度としてはですね、まあ、よくやっている方の成績なのではないかと思いつつもですね、まあ、ただ
どうしてもね、京都をね、取り巻くその成績としてどうしても取り上げておきたいのが、やっぱり AGI、まあ、フットボールデータラボさんのデータをまあ参考にされてるんですけども、まあ、いわゆる、まあ、相手の陣地でプレーできた割合ですね、2021年シーズン J2 リーグにおいてはもう1位。もう常に相手の陣地でプレーできるということで、いわゆるまあハーフコートゲームならぬ、まあ、ハーフコートゲームですよね。あの、サンガのサポーターの方がゲーフラで掲げているハーフコートゲーム、まあ、個人的にめっちゃ気に入っている限りなんですが、まあ、それをね、ちょっと活用させていただき、まあ、ハーフコートゲームの方が、まあ、昨シーズンの J2 に比べると今シーズンに関しましてはできていない。まあ、それがデータとして表れているのが、まあ、AGI のまあ2022年シーズンのまあ京都の指標としては、第7位。まあ、18チーム中ね、7番目にまあ相手の陣地でプレーできているというところで、まあ、京都のね、やっぱスタイルもこうまさにハーフコートゲームをですね、まあ、表現するっていうところで見ると、まあ、物足りない数字、まあ、ここはね J1 リーグのね、やっぱレベルの高さっていうので、まさに痛感させられている次第で、まあ、そんな中でね、あの顕著に現れている課題としましては、まあ、補強ポイントをあの上げる上での課題としましては、やはりまあ前線でね、まあ、奪えず走らされる守備ですね。やはりあの J1 チームね、やっぱあのビルドアップでつなぐのが上手いチームが多いので、もう特に距離を取ったあの、まあ、ビルドアップに関しましては京都としては走らされる距離が、まあ、多くなってしまったっていうところがあって、まあ、あの、まあ、結果あの攻撃の時間帯っていうのが減らされたっていうのがあると思います。でまた他で取り上げたい課題としてはやっぱり守備から攻撃の切り替えの時のクオリティですね。やっぱりいい形でね、あの先ほどの課題に通ずるものなんですけども、やはりその前線の高い位置で京都うまくボールを奪えるわけじゃないので、どうしてもあの後方で、まあ、あの相手の選手がまあミスしたことによって、まあボールを、ね、あの自らあのサンガのボールにして、まあ、そこから攻撃につなげるときがね、なかなか縦パスを入れても次2人目3人目の流動っていう形でいかず、そこはね、まあ、京都が押し込まれる時間帯が多く、まあ、選手の距離感っていうのもですね、まあ、広くなっている。それだけ京都の選手が前線のまあ守備で特に走らされているっていうところもあるので、まあ、守備から攻撃のやっぱ鋭さ、いわゆるショートカウンターですね、まあ、昨シーズン京都は J2 リーグにおいてショートカウンターからの得点の割合が一番多かったんですけども、2022年シーズンは、まあ、前半戦こそはね、まあ、ショートカウンターでの得点っていうのはですね、何度か見れたんですけども、後半戦に関してはもう完全にですね、あの対策されてしまい、まあ、結果クロスからの得点が一番多くなった、まあ、2022年シーズンでありますので、ここあたりはね、まあ、守備から攻撃の切り替え時のクオリティっていうのはね、本当に気になる、まあ、一番気になる課題なのかなと。でまた他の課題としてやっぱもっとね、やっぱ取れるはずのセットプレー、今シーズンねトリックプレー何度もしててね、惜しいのはあったんですけども、まあ、結果決めきれずというところで、ここはねセットプレーに強い選手の補強っていうのはね結構必須になってくる。やっぱりセットプレー点取れる取れないかによってね、本当の順位がね全然変わってくるので、やっぱり上位にいるチームは川崎フロンターでもしっかり、今横浜F・マリノスもなんですけど、セットプレーでねきっちり点取りますから、どんだけ苦しい状況でも、まあ、セットプレー点取れる強みっていうのは京都としては羨ましいという立場の、まあ、今シーズンなのかなと。でまたあと最後でどうしても取り上げたいのが、やっぱり宇高選手の後釜の不在、まあ、ピーター宇高選手ほどの活躍を求めるのは難しい話ではあるんですけども、やっぱ宇高選手がねあの不在の状況でオール日本人スタメンに変えて以降ですね、やっぱりチームとして、まあ、崩す、まあ、やっぱプレスであったりとか連動性、まあ、組織力っていうのがねより強まったあの、まあ、この後半戦、まあ、今現在 J1 残留争い戦い抜いている状況ではあるんですけども、やっぱりねあの、まあ、J1 リーグのやっぱり半分以上の順位をね、翌シーズンはまあ目指す戦いに、まあ、J1 残留した場合はなるでしょうから、そういった意味でもね京都から仕掛けるような姿勢および、やっぱり、まあ、絶対この選手が点を取れるっていう選手が確立できていないと、まあ、他の選手がねなかなか点取れない、いわゆる宇高選手にマークがあの集まるからこそ他の選手が点取れるっていうのが、もうまさにですねあの前半戦好調だった時も宇高選手がおとりになって、まあまあ荻原選手であったり白井選手が一気にあの馬力を生かしてですね、あの相手の陣地に侵入していくっていう攻撃が見受けられましたので、こういったね宇高選手ばりの存在感のある選手っていうのはですね、やっぱり一人宇高選手がおそらく個人的にはね、まあ個人大好きな選手で残ってほしいっていうのはあるんですけども、おそらくね宇高選手のまあちょっと出来を見てるとですね、後半戦の来シーズンはないんじゃないかなというところで、宇高選手とはねいつかはね
決別しないといけない時がありますから、その時がいつかって言われたら今シーズン J1 残留をつかみ取った時の京都であることはもう間違いなさそうなので、まあ、そういった意味でも宇選手の後釜は必要なのかなと、まあ、その上でですね、あの欲しい、まあ、人材の方ですね、まあ、取り上げていきますと、まあ、やっぱり走力と、まあ、展開力を備え、まあ、フィニッシュにも関われる、まあ、ミッドフィルダー、まあ、ここはね武田選手とか福岡選手に求めるところで、福岡選手に関してはあの携わりはするんですけども、どうしてもねゴール前での、まあ、ちょっと、うん、精度っていうのが、うん、ちょっと伴っていないっていうのが気になるところで、まあ、武田選手に関しましては展開力はねあって、まあ、守備の部分でも攻撃の部分でも携われてはいるんですけど、フィニッシュ特にシュートの部分に関しましてはあまり期待がね持てる選手ではないがゆえにですね、僕は、うん、インテリオールって、まあ、言われるポジションの選手だと思うんですけども、まあ、ここはね、まあ、アンカーの、ね、川崎選手の部分もそうなんですけども、やっぱり展開力もありつつ、まあ、走力も備える、まあ、これはもう最低条件ですね、まあ、その上で、まあ、フィニッシュに携われる選手ですね、まあ、前線の選手ができるだけ開いてスペースを空けたところを、このインサイドハーフの選手のやっぱり福岡選手が進入するっていうプレーがね、このサンガの特徴でもあったりすると思いますので、そういった意味でも、うん、フィニッシュに関われる、まあ、インサイドハーフもよび、まあ、アンカーポジションの選手ですねっていうのは、うん、結構欲しい人材になってくるのかなと。であとは単純にアクセルを担えるあのサイドバック、まあ、荻原選手、白井選手、まあ、挙手がね、荻原選手はおそらく抜けるんじゃないかなと個人的には予想しつつ、まあ、白井選手もね名古屋が興味持ってるって噂もありますから、ここはね単純に頭数も必要なので、荻原選手白井選手がいたとしてもですね、うん、ここの体力の消費、まあ、いざっていう時にスプリントっていうのはね、うん、かなり、うん、本当アクセルをまあ担うような活躍をねする選手っていうのはね、うん、なかなか2人だけではね物足りないっていうところがありますから、うん、ここもね間違いなく補強ポイントになるのかなと。であとは、時間を作れる、まあ、あのパスのレシーバーですね、やっぱピーター・ウタカ選手が担っていた役割ですね、やっぱサンガの時間帯をね、いわゆるボールを持つ時間帯も作らないと、やっぱ相手の出方を見てプレスだけだと、まあ、体力も消耗してしまいますし、いざっていう時に、まあ、攻撃にですね、まあ、力を割けないことから、やっぱり時間を作れる選手っていうのはどうしても欲しいっていうところで、このレシーバー、まあ、をですね取り上げさせていただいております。で最後にですね、まあ、どうしても欲しい人材としてはワンタッチゴーラー、まあ、やっぱりね、サンガのスタイル柄、後ろからで、ね、人数が、まあ湧き出るような攻撃をねするわけでありますから、そういった意味でもね、うん、このゴール前での嗅覚およびいざボールが来た時に反応できるようなワンタッチゴーラーっていうのはですね、うん、欲しいと思う次第です。なので以上のことから必要とする選手のポジション的には、まあ、白井選手、荻原選手が配置している両サイドバックに、まあ、あとは松田天馬選手が配置するインサイドハーフのポジションで、前線の3トップに関しましてはやっぱり真ん中の選手、まあ、核となる、まあ、選手と、あとはまあ右の、まあ、ウィンガーの選手、まあ、山田風紀選手とか台頭はしておりますけども、まあ、よりですね、まあ、競争力をですね、まあ、増すことによって、まあ、各選手のまあ能力を引き立たせるという意味では、うん、このポジションには先週、まあ、新たな風を吹き込む必要はあるんじゃないかなと。で、まあ、逆にですね、まあ、ゴールキーパーやセンターバックのポジションに関しましては、まあ、昨シーズンね大いに獲得した、まあ、ポジションでありますから、ここの補強に関しましては個人的には必要ないんじゃないかなと思っております。以上、2022年シーズンのサンガの、まあ、課題とですね、補強ポイントを踏まえた上で、まあ、どんな選手が来たら面白いのかっていう、まあ、予想の方を行っていきたいと思います。まずですね、ディフェンダーと、あとディフェンシブミッドフィルダーの選手の方をですね、一覧として取り上げさせていただいております。まず J1 リーグからですね、これは清水が降格した場合ではあるんですが、まあ、山原レオン選手、まあ、京都志向クラブにも所属していた選手ということもあって、何よりもねパンチのあるキックっていうのは本当強烈でありますから、まあ、プレースキッカーとしてもですね、まあ、スタメンで出つつかつ、まあ、プレースキッカーとしてもですね活躍できる選手っていう意味でも、やっぱりこの選手本当息がいい選手でありますので、まあ、清水が、まあ、J1 残留したら獲得するのは難しそうですけど、清水が J2 降格した場合は結構ワンチャン京都出身の選手ということもあってですね、うん、めちゃめちゃこの選手は狙ってほしいなと。やっぱ息がね本当にいい選手でありますから、うん、この選手欲しいなとめっちゃ思います。でまた次は J1 リーグから同じく湘南の岡本拓也選手、まあ、30歳、まあ、今シーズンね結構出番を減らしている選手ではありますが、まあ過去ね2020年シーズンはね、まあ、4得点も取っている、まあ、得点力を兼ね備えているねあのサイドバックの選手であります。
ありますから、まあ、ポリバリント能力もあってですね、あの長記事さんともね、まあ、つながりもある選手でありますから、長記事さんのつながりで獲得する選手をもし今シーズン取り上げるなら、僕は真っ先にこの岡本拓也選手が思い浮かびます。でそして次ですね、もうサイドバックの選手はね、さっきからもアクセルになる選手を取り上げているんですけども、まあ、浦和のディフェンダー、まあ、馬渡和昭選手、いやこの選手は、ね、各クラブ1年で転々としており、やっぱりねこの選手、まあ、ポジショニングがいいのと、やっぱキックですね、この選手もね、まあ、プレースキッカーとして持ってるものありますから、まあ、周りの、ね、選手とコンビネーションでね崩すこともできるので、アクセルっていう感じではないんですけど、こういったねあの周りの選手をうまく活用しながら崩していくっていうプレースタイルもね、サンガとしては、組み込みたい、いわゆる佐藤選手が今になっている役割を、まあ、より高次元のレベルでプレーできるのではないかというところで、まあ、真渡選手をね個人的には推したいところであります。でまた他ではやっぱ岩田のディフェンダー鈴木優斗選手、この選手はマジで強烈、まあ、27試合出場して6ゴールあの4アシストと、まあ、10得点にもねサイドバックの選手ながらも関わってるっていうところで、まあ、京都としてもねこの選手には苦しめられたっていうところもありますから、まあ、今現在旬の選手として、まあ、岩田降格が決まってるわけでありますので、まあ、岩田補強がねあの来シーズン、まあ、できるかっていうのはねこの FIFA の裁定によってちょっとわからない状況で、まず岩田にね追い打ちをかけるようなことになってはしまうんですけども、鈴木優斗選手はね各チームおそらく狙ってくるだろうと、そういった意味でもサイドバックの選手がね点を取るっていうのもねサンガとしてはね結構狙っている形だと思いますので、まあ、鈴木選手も獲得できたら面白いのではないかと。であと、まあ、他サイドバック、まあ、次最後、まあ、アクセルになる選手を取り上げると、まあ、名古屋のディフェンダー、まあ、吉田豊選手、まあ、この選手もね今シーズンねあの、まあ、岡本選手と同じく出場機会を減らした選手ではあるんですが、この選手のタイトな守備っていうのはね本当に相手を、ね、嫌がらせるようなあのレベルでありますので、まあ、今でいうサンガでいうと、まあ、松田天馬選手のような何度も何度も追いかけるような、で、まあ、吉田選手はそれができつつ上下動ができつつかつ相手に、ね、がっつりとくっつくようなあの守備っていうのは、うん、相手にね、うん、いい意味でダメージを与えるような守備なんで、こういうプレースタイルは長記事さん割と好きなんじゃないかなっていう意味で、まあ、あのまた名古屋でも出場機会もあの、うん、だいぶ減らされてるっていうところもあるので、まあ、獲得できれば面白いっていう観点で取り上げさせていただきました。そして次ですね、まあ、ミッドフィルダーのディフェンシブミッドフィルダー、いわゆる中央の、まあ、いわゆるジンドル選手に関して、いわゆる展開力があり、まあ、機動力、まあ、走力もあって、あのまあ、フィニッシュにも携われるような選手というところではですね、まあ、J2 リーグから熊本の川原壮選手、まあ、この選手はね熊本がね今現状ね J1 あの昇格に向けてプレーオフを戦い抜いている状況ではあるんですが、これがもしね J1 昇格を果たすことができなかった場合は、川原壮選手は間違いなく狙われる人材ではありますから、まあ、争奪戦必須の選手、まあ J、あの中央に陣取る、まあ、アンカーポジションながらも J2 アシスト王でありますから、うん、アシストという部分でもね京都としてはやっぱり前線にね特にアクセルの選手およびインサイドハーフの選手が前線に上がったタイミングで、いわゆる絶妙なタイミングでパスを出せるのがこの川原壮選手だと思いますので、獲得できるんやったら獲得したいですけども、まあ、おそらくまあ難しいかなと思いつつも、川原壮選手獲得できたらめちゃめちゃ面白くなるんじゃないかなと個人的に思っております。そしてまた同じく J2 からの選出になるんですが、山形の藤田伊吹選手、この選手は山形が J1 に昇格できなかった場合はぜひ狙うべき選手なのかなと。何もこの選手のねあの、まあ、守備範囲の広さっていうのはね、まあ、元々愛媛時代とか松本時代見せていたんですけれども、山形に移籍して以降はこの攻撃力の部分でいかんなく能力を発揮しており、まあ、ボールの受ける位置やレシーブする能力、まあ、引き出すっていうのもめちゃめちゃうまいですし、いざっていう時はですね、危ない位置にですね、この選手が上がってくることもできますから、そういった意味でもね、うん、京都も後ろから選手がね、湧き出てくるようなサッカーを体現するという意味でも、この藤田伊吹選手は適任じゃないかなと思っております。で、次。次 J2 リーグからも同じく、まあ、徳島の白井英治選手27歳、いやこの選手は、ね、走ってさばける、まあ、徳島の心臓、アンカーポジションも務められるんですが、インサイドハーフとしても、プレーできる選手で、まあ、ボールあるところに白井英治選手あり、まあ、この選手は毎年毎年個人的に取り上げさせていただいておりまして、やっぱ長記事監督のサッカーにはね間違いなく白井英治選手合うと思いますので、いやこの選手の走力も化け物なので、ボールに関わるねあの能力っていうのがめちゃめちゃ高いので、まあ3がね、攻撃の時間帯を増やすという意味でもね、この白井英治選手の獲得っていう
うのは、うん、結構現実的にね、別に徳島が J1 昇格を果たすことができなかった状況ですから、年齢も27歳とね、白井英治選手オファーすればね、獲得できるんじゃないかなという意味で、個人的にはめっちゃ期待しております。そして次、前線のですね、補強予想選手の方を取り上げていきたいと思います。まず真っ先に取り上げたいのが J1 リーグの浦和の秋元貴弘選手24歳、まあ、この選手はね、京都ね、2020年シーズンは2試合ともですね、ゴールを叩き込まれて嫌な記憶がある限りではあるんですが、まあ、サンガって意外とね、過去に結構やられた選手をね、補強する傾向があったりするので、まあ、それは2021年シーズンの、まあ、大前選手であったりとか、あとはディフェンスの部分で苦しめられた、まあ、メンデス選手や井上力人選手もあるので、まあ、過去に苦しめられた選手という部分でこの秋元選手、やっぱり推進力とあとはあのスタミナが本当に化け物でありますので、長期実産のサッカーには間違いなく合うだろうと、まあ、ポリバレント性もね本当にある選手ですので、獲得できるかっていうのはね、まあ、浦和レッズリカルド・ロドリゲス体制がね、あの、まあ、終焉する状況で、まあ、不透明な状況であるからこそね、よりこの秋元選手を獲得してほしいなっていうのはね、より思う次第ですが、獲得できるかちょっと非現実的ではあるんで、獲得できればもう間違いなくね、長期実産やったらよりね覚醒させそうな、まあ、ここのポジションで使うかも含めてですね、面白くなりそうなので取り上げさせていただきました。そして次、J2 リーグの町田から2人、平戸大輝選手と太田修介選手の2人、まあ、町田はね、このショートカウンターでの得点っていうのが、この2022年シーズンの、まあ、J2 リーグにおいては、まあ、特筆すべきものありましたから、まあ、それを担っていたのが、まあ、平戸選手の、まあ、受ける位置の良さ及び、まあ、たまにあの起点にもなりますから、まあ、そこに加えて、まあ、太田選手が最後ね、まあ、フィニッシュするっていう形をね、これを見ているからこそね、その形を京都にも、まあ、盛り込みたいっていうところで、この2人ね、同時で選ばせていただいております。まあ、何よりも平戸選手はね、2018年 J2 リーグあのアシストで、まあ、今シーズンに関しましても J2 アシストランク2位という状況でありますので、まあ、出場あのスタメンで出ながらもプレスキッカーを務められるという意味でもですね、強度の補強ポイントに合致するのかなと。で、あとは太田修介選手に関しては、この選手はまあ速さと嗅覚が抜群のジョーカーということで、まあ、カットインシュートもお手の物、京都になかった自力で崩せて、かつまあショートカウンターの最後ね、出口となる選手という意味では、この町田のこの2人のホットラインっていうのはめちゃめちゃ欲しいです。で、そして次、まあ、同じく J1 リーグの福岡から、これも2人ですね、ホットラインとして獲得したいのがジョルディ・クルークス選手と、あとは山岸優也選手。まあ、この2人にはね、あの、今シーズン京都、まあ、本当にやられにやられましたから、いや、ジョルディ・クルークス選手のキックは本当に反則級でありますから、まあ、福岡がね、J2 にもし仮に降格した場合はね、もう狙うべき、あの逸材なのかなと。で、一方、山岸選手に関しましては、今シーズンね、2試合ともこの選手に得点を叩き込まれて、京都としては敗れたわけでありますので、まあ、京都得意の、まあ、やられた選手を、まあ、狙う、まあ、そこがね、もしかしたら福岡が J2 に降格した場合はあるんじゃないかなっていう意味で取り上げさせていただいておりますし、また何よりもね、高さもあって、まあ、上手い選手でありますから、まあ、京都にですね、京都のいわゆる新エースとして、この山岸選手っていうのは年齢も29歳っていうところもあってですね、獲得できれば、面白い、まあ、日本人ストライカーとして確実にこの選手が A エースっていうのはね、京都今のところ、まあ、豊川選手であったり山崎選手であったりとね、ちょっと確立できてるわけではありませんから、確実にこの選手の日本人ストライカーのエースになってくると、この山岸選手を獲得できれば面白いんじゃないかなと思っております。で、そして次、また同じくね、エースストライカーとしてこの選手が君臨しても面白いのではないかというところで、まあ、今現在山形でプレーしているんですけど、まあ、所属元に関しましては J1 の清水のフォワード、ディサロアキラシルバーの選手26歳、今ね本当にね絶好調のこの旬の選手、まあ、山形が仮に J1 昇格できなかった場合はね、狙うべきだろうと。まあ、清水もね、まあ、J1 に残留した場合は、チアゴ・サンタナ選手がいるでしょうし、J2 に降格してしまった場合は、ディサロ選手はもう J1 にいるべき選手だと思いますので、ここは狙うべきだろうと。もう本当、フィニッシャーとしてはもう一級品でありますし、まあ、何もこの選手はワンタッチプレーが得意で、ボールをキープするっていうよりかは、レシーバーとして本当にボールをですね、循環に回していくワンタッチ、いや余計なごちゃごちゃしませんから、この選手、そういった意味でこの選手獲得できれば京都は、いや、めちゃめちゃ面白いんじゃないかなと。やっぱショートカウンターがよりね、炸裂しそうな、まあ、選手でありますから、ディサロ選手も本当に欲しいなっていうのはね、やっぱりここ直近の山形のゲーム、私今リアルタイム視聴ライブ配信で見ているっていうところもあってですね、ディサロアキラシルバーの選手は欲しいなと思う次第です。
そして次最後大鳥を飾る獲得できれば面白い選手としては、J2 リーグから東京ヴェルディのフォワード佐藤亮が選手23歳、いやプロ2年目でこの2シーズンともに2桁得点を達成している選手であり、かつ味方を生かすのがめちゃめちゃうまい選手でありますので、いやもうサンガのねアクセルを生かすという意味では、この佐藤亮が選手もねディサロキラシルバーの選手と同じくね、この余計なことしませんから、本当にそのボールを受ける位置の良さであったりとか、もう味方を生かすという、プレーができる、選択肢っていうのもね基本ね間違うことございませんから、そういった意味でも佐藤亮が選手も獲得できればですね、東京ヴェルディがね J1 昇格できなかったっていう現状を見ると、この選手にオファーは出すべきなのではないかというところと、あと何もこの選手イケメンですから、この選手がサンガの紫のユニフォームをまとえば女性ファンが増えること間違いなしだと思いますので、戦術的な部分でもですし、マーケティングの部分でも佐藤亮太選手はぜひ狙ってほしいっていうのは個人的に思う次第です。そして最後に余談のような形になりますが、どの選手っていうわけではないんですけども、海外から、新助っ人外国人選手の発掘、ピーター・ウタカ選手の帰ってね、そんなにね見つかるわけではありませんから、佐藤亮太選手、ディサル・アキラ・シルバーの選手、山岸選手もねいい選手ではあるんですけども、ウタカ選手の代わりになるまでかって言われたら、そういう役割ではありませんから、相手の選手を引き寄せつつ、しかも自分フィニッシャーとしてもね自分一人で点も取れてしまうような選手ってなってくると、新助と外国人選手の発掘っていうのは、個人的に今シーズン、あるんじゃないかなと見ております。何よりもねパウリーニョ・ボイヤ選手であったりとか、アラン・カリス選手と、積極的にシーズン途中もですね、外国人選手を発掘しているところを見るとね、オフシーズンも、このセンターフォワードの発掘っていうのは、全然ありえるんじゃないかなと見ております。以上、2022年シーズンを踏まえた上で、2023年シーズンに京都サンガ FC が補強すべき選手及び補強予想、個人的な見解として取り上げさせていただきました。皆様の意見はいかがでしょうか。J1 リーグに残留するのか J2 に降格するのかによってねだいぶ変わってくると思うんですが、長期で監督がね続投する可能性が高い以上はね、そのモチベーションをもとにね、長期で監督とともに来年も戦うというモチベーションでですね、京都としては J1 残留を勝ち抜いてもらって、その上でですね、京都の2023年シーズンに向けてですね、明るい未来の京都サンガ FC を語っていければと思いますので、よろしければ皆様、一個人的にはですね、このリアルタイム視聴ライブ配信でこの最終節、VS 岩田戦の方を配信していきたいと思っておりますので、ぜひその時にもですね一緒に盛り上がっていきましょう。絶対ハント3。